はい、夕方、時刻は夕方5時を回りました。ここからはレディオ D、FM ドラマシティ 76.6 メガヘルツ、金曜モット新札幌をお送りいたします。今日はですね、半分録音、半分音楽、そしてその間を私がつなぐという感じでいきたいと思います。さあ、じゃあ参りましょうか。タイトルコールいきましょうね。金曜モット新札幌、SS ロケッツいないけど、正規性の見切り発車、5秒前。はい、こんにちはとこんばんはの間、いかがお過ごしでしょうか。今日は SS ロケッツのお二人に代わりまして、関西がお送りいたします。まあ、今日はですね、ここに来るまで何の話しようかなと思ってたんですけども、野球ね、昨日楽天が優勝しましたけども、その話はもう先ほどの番組でたっぷりしたので、でちょっとネタをですね、集めにブラーっとしてたら、1階の光の広場でですね、北海道高等学校商業教育フェアっていうのがですね、やってまして、すごい賑やかですね。いや、お客さんいっぱいかなと思ったんですけど、なんか関係者ばっかりでね、どんなのがやってるかというと、まあ、北海道の商業高校が集まってですね、なんか研修ですね、あの地域の特産物を売ってですね、ここから上りが見えるのがですね、まあ、上りがですね囲んでるんですけど、見えないですね唯一見えないのが根室高校、根室高校のブースでですね、まあ、ちょっと通りかかったらですね、あの懐かしいものが見えてですね、ちょっとつい買ってしまったんですけども、それまでね、あのブースの女子高生たちが、いやもうこんなの売れるわけないでしょ、もう今時ね、こんなの買う人いないんじゃないかなんて、こうやってるのがですね、根室名物オランダせんべいですよ。知ってます皆さん、なんて言ったらいいですかね、ワッフルのような形をしてるです、円形のこのマンホールみたいなね形がしてて、食感がですね、こう硬くないんですね、せんべいっていう割にはね、こう柔らかいもちっとした感じがこう、ね、たまらないんですよ。これ、食べ方としてはこのまま食べる、もしくは、オーブントースターで焼いて食べる、ね、また食感が2種類違うよね。で、思わずですね、懐かしいので2つ買ってしまいましたよね1個300円でですね、これ何枚入ってるかな、 1,2,3,4 枚ですね、4枚入りのオランダせんべい、ぜひですね、根室出身の方もそうじゃない方も、ね、オランダせんべいって何ぞやっていうのはですね、ちょっと見てね、聞いていただきたいかなと思います。まあ、その他にもですね、いろいろプリンですとか、アメタ高校だったかな、なんかプリンもやってましたけど、あと HTB もですね、あ、行っちゃった取材に来て、ね、生中継やってましたね。もう終わったのかな、あの、あちこち売り切れの商品とかあるんですけども、まあ、明日もやってるということなのでですね、ぜひ皆さんこの1階にですね、足を運んでいただきたいかなと思います。さあ、それではですね、どうしましょう、とりあえず、メッセージテーマ、今日はですね、特に設けてませんけども、日頃ですね、SS ロケッツに言いたいこと、ね、聞きたいことがありましたらですね、こちらまでお送りください。メールアドレスはですね、mott@dramacity.jp、 mott はですね、 motto ですね、ファックスは札幌011-890-7766 までお待ちしております。またこの放送はですね、インターネット環境があればサイマルラジオ、スマートフォンではリスラジで聞くことができます。じゃあちょっとこれ、あのインターネット向けにこのオランダせんべいちょっと見せてみましょうね、こんな感じでございます、こちらもよろしくお願いいたします。さあ、それでは1曲目参りましょうか。今週1週間振り返ってみますと、この 2,3 日前でしたかね、まあ、他のラジオでも散々流れたかなと思いますけども、この曲いきましょう。 AKB48 でフライングゲット、レッツロー。
いやー、どうも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 、 SS ロケッツですよ。ですね、秋も深まってまいりましたけども。そうですね、いかがお過ごしですか。いや、なんつうんだろうね、はいはい、気温、ああ暑かったり寒かったり、うん、朝と夜で、朝と夜は大体一緒だけども、ああ日中と夜の気温差にやられてますねいやでもあれだよね、朝晩がこうぐっと涼しいっていうのは気持ちがいいよね、うん、気持ちいいね、うん、なんだろう、身が引き締まるというかね、やっと上着が着れるってこの感じがね、あ、わかる、いいよね。そうそう、上着に迷うっていうね、うん、ありがたいことですよ。なんかさ、うん、まあ俺その育った地方のせいもあるかもしれないけど、はいはい、夏でも北海道はね、うん、その夜は半袖じゃ寒いっていうイメージだったの。そうね、でも最近夜半袖でも全然いけたじゃない、夏は。そうだね、うん、ね、上着なんて必要ない世界だったけど、けどまあ癖で持ってっけどね、持ってくね、うん、一応のためにね、うん、でもほらもうこの秋になるとさ、うん、たとえ昼間暖かくても、はい、夜は寒いぞと、うん、一枚持ってけよと、うん、いう感じになってね、うん、一枚持ってきますよ結局変わんな い, だろ、普通のこと喋っちゃダメなのいや、いいんじゃねえの普通のこと喋りますよ、そりゃ。あれだよね、おしゃれできるよね、やっと。そうだね、うん、夏場なんてさ、まあまあおしゃれじゃない皆さんには関係ないことかもしれないけど、うん、T シャツぐらいしか着るもんないじゃない。そうだね、都合さんおしゃれだからね、やっぱりね。まあさ、うん、おしゃれじゃないにしろさ、こうだってあれ新札幌のファッションリーダーって言われて久しいわけでしょ、うん、まあそうだね知らねえよ、ここ歩いてる人一人も知らねえよ俺いや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 ね、もう有名だから。いやいや、あの、なんだ、せめて男だからさ、そんなバリエーションないじゃない。うん、まあ確かに半袖シャツを着るんであってもなんか柄シャツを着て、うん、それで終わりになっちゃうじゃない。確かに確かに、 T シャツだったらそれこそ T シャツ1枚着て終わりじゃない。そうだね、本当、うん、ただ秋はね、上着が羽織れるわけですよ。そうだね、いろいろと、うん、だからこれからどんどん寒くなっていくから、うん、どんどん重ね着重ね着になっていくから、うん、どんどんおしゃれおしゃれになっていくわけですよ。ところがですよ、うん、冬はコート着なきゃいけないじゃない。確かに確かに、うんうん、あれコートでも決まっちゃうじゃない。そうだね、おしまいだよね。脱ぐ機会なかったら、脱ぐ機会なかったらコートの人でしょ。そうね、おしゃれ感がわからない。そうそうそう、いつもあの黒いコートを着てる人でしょ。そうだねまたベージュのトレンチコートを着てるけど、うん、あの人公園でいつもおちんちんを出すらしいっていう人変な噂立てられちゃうかもしれないからね。そう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 、だからやっぱ秋なんですよ。あ、一番おしゃれするのが、うん、やっぱり新札幌のファッションリーダーとしては秋だと。そう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 、いうことを言いたいわけだね。そうそうそう、じゃあ今年の秋はどういったファッションで攻めていこうかなと。まあ世の中の流行りは分かりませんよ、うんうん、分かりませんけどファッションリーダーとしては、まあそうだね、夏昼間はやっぱりちょっと暑い日もあると、うんうん、で上に一枚羽織れる感じで、やっぱりすね丈のトレンチコートに中裸じゃないですかねいや変態でしょ靴下は履くよ知らねえよ、紳士だもん紳士だから、もちろん革靴だよ、ね、あ、うん、紳士だから革靴はこだわるよ、靴下もこだわるよ。だけど、なんか何も着ないでしょ。やっぱりね、昼間暑いからね知らねえよ。あれ、この国って全裸ダメな国だっけ。ダメだよ。あ、ダメなんだ。え、おそらくどこの国もダメじゃないかな。新札幌ももちろんじゃあダメだよ、この話なしで考えるわそうだよ、せっかくなんかファッションのさ、うん、いい話なのかなと思ったらさ、最後編集者の話になっちゃったからね、うん、おかしいよ、うん、食欲の秋について話そうっつってメモ書きに書いてあんだよ。そうだよ、なんか曲がった性欲の秋になっちゃってね。しかも曲がってるからね、そんなのね。ファッションの話だったんじゃないの。ファッションの話だったよ、うん、そうだよ、ね、だけど、そうかおちんちん出しちゃうって話になっちゃった。そうそうそう、曲がった性欲の話になっちゃったから、うん、こんな話をね、うん、しちゃダメ。秋になったら何か食べたいとかありますか。ある、いっぱいあるよ。だから、うん、あの一旦ね、うん、あの仕切り直して、うん、あのもう一回この食欲の秋については話すからまあそうなっちゃうよね。一旦仕切り直しますよ。わかりましたよ。じゃあどうも。
はい、同人ブンブンクラブネットワークのコーナーでございます。来ましたー。よいしょー、よいしょー。はい、このコーナーでは北海道新聞の無料会員クラブ、はい、ブンブンクラブのことを紹介してますけれども、うん、今日はね、行きますか。行きますか。加盟店ガイドブックを使ったブンブンルーレット。いやー、よいしょー、よいしょー。私の手元にございます同心ブンブンクラブ、食べる飲む遊ぶ学ぶの情報が満載の加盟店ガイドブック、こちらを思いついた番号をのページを開きまして、そのお店の情報を読んでいくという、はい、ルーレット形式ですね、全然大したことのないやつをやってみましょう、いきたいと思いますよ。しかもルーレットを回すのではなく、ただタクが思いついた番号を言っていくだけですね。行きましょうか。まずはページ何番いきましょうか。じゃあ、55ページ、55ページの、11番。11番、はい、どんなお店が来るのかな。間違ったぜ、55ページだと、うん、8タクですね。8タク、じゃあ7番。7番、うん、はい、来ました。おい、桜コーヒー工房ですかね。桜コーヒー工房、札幌ファクトリーフロンティア館2階ですね。おお、電話番号 011-281-9439、 うん、10時から22時、うん、休日は札幌ファクトリーの休館日。おお、特典いきましょう。おお、1会計につきお一人様100円引き。おお、いいんじゃないですか。コーヒー一杯いくらするんですかね。まあ500円ぐらいじゃないですか。じゃあ400円で飲めんだ。そうそう、これはすごいね。でも1会計につき100円引きだから、待てよ、じゃあ2人で行ったら損しちゃう。そう、損しない。そう、50円ずつの引きになっちゃうから、うん、別の席に座って。じゃあ俺から言えることは一つだ、うん、1人で行け、それだけだオーケーオーケー。じゃあ次の店紹介しましょうか。お願いしますよ。ページはね、このページは何ページです。あ、違う、番号はね、このページは何番ですって後で言うわ。オーケーオーケー、はい、じゃあ87ページ。87、花だね、花花だね、花花でございますね。花花はね、12番までの間で、じゃあ、はい、4番来ました。おい、有限会社札幌水道設備北広島営業所北広島市大曲緑ヶ丘1丁目1-22、うん、電話番号フリーダイヤルです。0120-110-515。お、営業は9時から19時まで、年中無休ですね。お、特典いきましょう。お、工事代金修理代金 5% 引き。おお、お得だね。これね、これあれでしょ、うん、水道工事屋さんでしょ、うん、要はあの水漏れとか。ああ、そうですね。ね、これから冬になってきたら水道凍結とか。そう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 、いいじゃないですか。続いていきましょうか。続いていきましょうか、じゃあ次はね、114ページ。114ページは5ですね。じゃあ2番。2番来ました。ディノスシネマズ札幌劇場。おお、中央区南三条西1丁目ゲオディノス札幌中央ビル78階、うん、011-221-3802、営業時間は9時から22時まで。おお、いきます、特典。はい、当日入場料一般券1800円を、ご本人のみ200円引きでございます。おお、すごいじゃない。これね、私ね、はい、使ったことあります。あ、そうですか。でもディノスじゃないでしょ。いや、そこの映画館です。マジで。はい、中央区だよね、それね。そうだね、これ行ったことありますよ、私。で、あの受付で、うん、あのブンブンクラブの会員証見して、うん、これ使えますかって言ったら、うん、若干戸惑った感じで、あ、うん、あ、はい大丈夫ですみたいな感じ。まず出す人いないってことだね。そうだね、珍しいかもしれないね。うん、で、まあ結局映画館はさ、ほらレディースデーだとかある、ね、なんちゃらデーとかのそっちの割引を使う人が多いから、うん、その日も
確かレディースデーの日に行って、うん、俺レディースじゃないから知ってるだから俺はブンブンクラブに入ったんだけど、200円引きで、なんかムカつくよね、レディースデーに来ちゃったとか思う。確かに、うん、そう、その日しか行ける日ねえから行ってんだけど、うん、レディースデーに当たっちゃうと、うん、なんだろうね、おばちゃんばっかりみたいなさ、もうね、虚勢しちゃおうかなって思っちゃうよね。そんとそう、そんとそうじゃあ次の店行こう。はい、あなたの会社が読まれるかもしれない加盟店ガイドじゃあね、8ページ8ページ行きましょう。うん、12でお願いします。じゃあ10番。10番、長寿司またはおさ寿司、北区北18条西5丁目、お寿司屋さんですもんね、営業時間11時半から14時、夜の部は17時から23時30分、特定いきましょう。おい、夜のみビールまたはソフトドリンク1杯サービス。嬉しいじゃない。なんとランチもですね、ランチはコーヒー付きのサービス。ほら、いいじゃない。寿司屋のランチってどんななの。チラシ寿司とかさ、ああ生チラシ寿司、うん、とか、うん、もうあと握りとかじゃない。2000円とかそんなしないの。いや今しないでしょ、ランチやってる。いや高いところは2000円ぐらいするけど、ほ、うんと生チラシやってるところなんて下手すりゃ500円とかでも出してるとこあるよ。安くない。うん、だから大体700円800円900円とかだけど、うん、そう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 。いやいや、まあコーヒーはありがたいけどさ、うん、寿司食った後まず茶だよね。いや茶は普通に出てくるからあ、そうでその後コーヒーなの。そう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 、ゆっくりしちゃうよこっちコーヒーだと。いや本当ゆっくりしててくださいっていう。タバコも吸っちゃうよ。タバコは外でお願いします。じゃあ帰るよ。いやいや、じゃあいいっすって何この帰りたい俺誰みたいな、ね、そう、寿司屋のランチはなかなかね得ですよ。ああ行ってみよう。うん、まあおさ寿司に行くかどうか分かんないけどさ、うん、あの雰囲気も落ち着いてるしね、お寿司屋さんだから。まあそうだよね、うん、考えたこともなかった。うん、ランチやってるとこはぜひぜひ行ってみたらいいし。じゃあ次のお店行きますか。行きましょう。じゃあ120ページ後半攻めてくんね。うん、後半攻められるとさ、うん、面白い店があるんじゃないかな。暮らしナビに行っちゃうのさ、うん、何番でしょう。12話で選ぶ。じゃあ12番。はい、カイロプラクティックショップ手技屋でいいのかな。手技屋、手技屋でいいのかな。なんかさ、手技っていうとさ、うん、なんかあれなんていうの、ソロ活動、まあオナニーでオナニーっぽくね。ちげえよその店は。札幌じゃないですね、うん、美唄市大通り東1条南2丁目2-1。うん、得点いきましょう。おい、初回5000円のところ3500円だって。安い安いね。わあ、美唄付近にお住まいの方はぜひね。聞けねえから。あ、聞けるかウェブで。聞ける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 。ぜひぜひ行ってもらいたいですよ。もう一軒ぐらい行っとく。行ってきますか。じゃあ38ページ。38、2番。38の2番。2番来ました。ラーメン極み。おお、うまそう。中国南1条西7丁目ラーメン1杯につき味付き卵、海苔、ネギ、メンマ増しから一つトッピングサービス。うわ、どれにする。俺だったらだってこれでしょ。うわ、海苔、何、海苔、うん、ネギ増し、うん、メンマ増し。うわ、俺はネギ増しだね。いや人気だねネギ。うん、でも俺なんか腹いっぱいになりてえからメンマか卵だな。メンマ増しってすごいね。うん、メンマってすごいよね。ねえ、うん、まあ時間ができたらまたねこのルーレットもやって。そうだね、たまにこのルーレットでダラダラ楽しみましょう。じゃあ ところで今週はこの辺で、ブンブンクラブネットワークのコーナーでございました。金曜もっと新札幌へ接するゲッツがお送りしておりますよ。お送りしておりますよ。さあ仕切り直しました。食欲の秋についてですよ。そうですよね、やっぱ秋といえば、うん、
食欲の秋でしょ。ああ、いろいろあるけどね。秋の食材、サンマは今年高いって話だぜ。マジ？いや、うん、サンマはさ、うん、高いって話さ、うん、何年かに一回必ず来るじゃん。来るね。実は我々にはおなじみのネタだよね。高いか、今年は豊漁で安いか、うん、どっちかじゃん。うん、でもさ、俺思うんだけど、うん、高いっつって言って実際スーパー行ったら、うん、ね、1尾、うん、100円とかなの。まあね、高くて100円なのに、1尾、うん、安かったら30円とかの世界なんだけど。そうだよね、うん、でもね、やっぱサンマうまいじゃない。うまいけどさ、うん、そんな食いてえかって思う。まあね、1年つうか秋に3本か4本食えばいいかなっていう、うん、もうさ、ガキの頃からずっとサンマ食ってるわけ。食ってるね。まあ道民だもんな、うん、そうだよな。そうだよ、バカみたいにサンマもう食ったから、大人になってせっかく好きなの食べていいんだから、うん、ちょっと珍しい魚食べたいじゃない。まあ確かにね。例えば、いや、なんなら北海道でね、ホッケとか、うんうん、サンマとかはもう食い飽きてんの、うんうん、だからサバとか食いたいの。あー、サバね。サバもさ、うん、最近のほら冷凍技術すげえから、うん、なんか九州の、うん、じゃあ下関とかの、うんうん、関サバ、うん、とかうまいの入ってるよ。そうそう、あとアジね。アジ、そうそう、うん、ああいうのがいい。じゃあ、まあ多少値段も張るんだけど、うん、でスーパー陳列してる中で見たらさ、やっぱ群抜き高いよね、うん、でも1匹400円とかの、うん、安いもんなんだよ。そうだよね、うんうん、魚はね安いでしょ。ヘルシーし、ヘルシー、肉だ。肉だと思えば大したことない、ね、大したことない。肉の方がやっぱ高いね、うんうん、そして魚の方がヘルシーし、ね、ヘルシーし、ヘルシーし言いたいんだ。間違ったことを繰り返したいだけなんだ。ヘルシーだしって言おうとしたけど、ヘルシーしになっちゃったから。あ、ヘルシーしですよ。うん、なんすか、なんかあとは、あとキノコじゃない。キノコか、うん、あ、秋の味覚っつったらキノコで。キノコこそさ、うん、養殖じゃない、なんちゅうの、あれのハウス栽培とか。そうだね、うん、そういうのしか食ってないな。確かにそうです、うん、でも秋っつったらキノコみたいなイメージない。イメージはあるね。あるでしょ。取りに行ったしね。あ、そう、山菜取りなんだ。山菜取りっていう感じで、うん、まああとはそうだね、全然違うよ味。あ、取ったやつと、取ったやつと。あ、そうなんだ。本当に違うよ。美味しいんだやっぱり。キノコの味するもん。へえ。なんならあのハウス栽培のやつも、うん、まあキノコなんだけど、あの本当にキノコの味するもん、ね。キノコの味するんだけど、すごく薄くなってる気がする。うんうん、あの初めてそのキノコっていうのはすごい俺子供の時貴重なもんだと思ったの。バカだったからね。バカだったから。親とか近所の人が取ってきたやつがキノコで。いや、確かに昔はこんなに栽培技術なかったから、本当季節もんだったよ。あ、そう、うんうん。やっぱりそうなんだ。そうそうそう。だからナメコ汁って言ったら、まあ貴重なもん。貴重だったね。ナメコじゃないの。なんだ。ボリボリとか。落葉とかボリボリとかね。ボリボリってあったよね。あったね、うん、食感がいいんだよ ね、うん、あれは栽培してないよね。あ、そうだね。あれは本当山にしか聞いたことない、ね、あれ奈良竹っつうんだ。あ、そうなんだ。食感がいい、いいんだよな、ボリボリな。そうそうそう、気持ち悪いよね、ちょっとね、うんうん、いや、そんなんでさ、うん、しめじとかも取ってきたやつしか食ったことなかったの。へ、あったのかもしんないけど、うん、気づかなかった、バカだから。いや、だってキノコがさ、うん、こんなに普通にスーパーで手に入るようになったのはあれでしょ、うん、キノコのコのコ元気のコからでしょ。ああ、そうだわ。ねえ、 あの曲のおかげで北斗、そうそうそう、あの曲のおかげで、うん、キノコは流通し始めたんだ。そんなことねえ。違うずっと後だよ。あ、そっかそっか。俺でも安いよね、1パックだいたい100円とかで買えるでしょ。そう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 、あれはいいよね。いいよ、うん、あとは秋、あとかい？じゃがいも？うん、食わないね。玉ねぎ？うん、いらないわ。あ、玉ねぎは食べるよ。けど、一年中食えんじゃん。そうなんだよ。だから、ありがたみがないんだよね。うん、でもほら、梨？梨うまいね。梨でしょ、やっぱり。梨はうまい。我々の、キングオブフルーツ梨ですよ。キングだね。なんだろうな、あれは。じゃあ、秋の味覚のナンバーワンは梨ってことでいいですか？間違いないね。じゃあこの辺で食欲の秋の話はおしまいです。おしまいです。じゃあまた。
は5時36分を回りました。レディオ D 76.6MHz FM ドラマシティ金曜モッド新札幌をお送りしています。さあ続いて曲いきましょう。南区ですね、熊出没のニュースが騒がせしていですけども、ね、あの私住んでる方なんですけども、まあ、身近にね熊がある生活ってなかなかねビクビクしてるんですけども、まあまあね、このぐらい可愛らしい熊に出てきてほしいもんですね。それでは曲いきましょう。森高千里で熊もんもんレッツロック。いや、金曜モッド新札幌SSロケッツがお送りしております。お送りしております。最近さ、はい、カップヌードルがさ、うん、大好きでたまんないんだよ。俺さんはやっぱいつもうまいよいや、いつもうまいんだけど、カップヌードルうまくないことなんてないよ。まあそうだね、うん、あるわ。二日酔いの時、ああ、食いたくないな。食いたくない、ね、何にも食いたくない。あと朝、うん、食いたくないな。朝は食いたくないね、うん、でもさ、この前ね、うん、もうどうしてもカップ麺が食いたくなって、はい、じゃあカップ麺じゃない、カップヌードルが、うん、あいつが食いたくなって、うん、コンビニまで行きましたよ。私行ったんだ。そしたらね、やっぱりね、うん、うまかった。あいつはね、裏切んない、俺の期待を。何味いつも。俺はね、最近はね、あれなんで、普通の醤油味っつうの、なんていうの、ノーマルなやつ、ノーマルなやつ、スタンダードなやつ、うん、あれが赤ね。あれが、あれ何個食っても俺いけるわ。嘘だよ、絶対1個以上食えねえよ。あれ10日連続いけるわ、俺多分今だったら。カップヌードル並べて何個食えるかっつったけど、うん、やったことあるけど、うん、2個しか食えなかった。何その無謀な挑戦。めっちゃ腹減ってたんだよ、うん、ビッグなら食えんだけど、うん、あれはいけないもんだよね。いや、そりゃそうだろう。でもやったことないけど、うん、あのハンバーガーをね、並べて何個食えるかみたいなのさ、うん、よく聞くじゃん。聞く聞く。あの今いくらなの、マクドナルドの普通の 100円じゃないの。今100円なのか普通に、うん、でもマクドナルドのハンバーガーが100円になりましたっつってさ、うん、大騒ぎした時あったじゃん。あったね、安いっつってね、うん、あの時によっぽどやってみようかと思ったの。あ、何個食えるか、うんうん、けど迷惑だからやめたよね俺ね、高校の時に3個食ったことあるよ。3個はいけんじゃない。3個はいけるよ、うん、3個全部だってボリュームあるハンバーガーでもいけるよきっと。うん、あ、そういうレベルじゃなくて10個とか15個とか、うん、そういう感じ。そうそうそう、あのホットドッグ大食い選手権みたいな。ああ、そうか。俺そんなようなノリで、うん、あの昔なんだけど、うん、ケンタッキーフライドチキンの、うん、あのボックスあるじゃん。はい、なんつうんだろう、あのボックス、あのバケツみたいなやつ、ね、バケツでしょ。そう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 、あれがね、うん、すげえなんかセールみたいなので安かったの、うん、それで多分学生の頃だと思うけど、友達と、うん、おー夢のような価格だなっつって言って、うん、あれとビールとでちょっと食おうぜっつって言って、うん、で買って、うん、で大通公園の芝生の上でなぜか、うん、でビール買って、うん、食い始めたの、うん、スリーピースでもいらなくなっちゃった。食えねえなっつって。俺6は絶対いけると思ってたんだけど、うん、タクより絶対食えんじゃん、うんうん、で同じようなことやったの、うん、中買ってきたんだけど4だったね。いや、いけないもんでしょ。いけない、いけないんだよな。ケンタッキーだから2ピースまでいけたな、美味しく食べれるの。2ピースでも足りないな俺。で足りないぐらいがちょうどいいんだよ。そうか、うん、でさ、あのバケツのさ下の方ってなんかクリスマスとかでみんなでやるときあるじゃん、うん、でなかなか好きなくせにみんな手つけなかったりする、うん、遠慮がちなパーティーだったりすると、うん、もうデロッデロに油が全て下に行くんだよね。そう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 、そうなんだ。あれ早く食えよって思うよね。で冷めたらケンタッキーは本当に美味しくない。美味しくない。あれ何なんだろうね。なんだろうな、なんか揚げたてじゃねえとダメなんだよあれは。そういうあれないのかな、ことわざ。そういうことわざ、うん、犬も歩けば。いや全然関係ないでしょケンタッキーと。あ、そっか、うん、豚のあれにあれか、あれにあれだわ、うん、うん、渡る世間は鬼ばかりってなんで橋田須賀子になってんだよなんで俺ことわざ全然わかんねえ。いやいや、わかんないけどね、うんうん、ことわざってなんだよケンタッキーのさ、うん、ケンタッキーでなんかこの間ネットのニュースで見たな、うん、あのおにぎりを
販売始めるみたいな。え、ケンタッキーで？うん、なんかセットになってて、うん、チキン、ちょっとチキンも味が違うんだろうけど、うん、そのチキンとなんか、なんだろうな、鶏出汁ので握ったようなおにぎりと、うんうん、あと味噌汁みたいなのがついてくる定食みたいな。へえ、マジか。やってんのかな今まだ、わかんないけど。いやでもケンタッキーに行っておにぎり食うイメージはないな。でもね、なんかそんなのやってたんだよ、あの12号線のとこにさ、うん、白石かな、あのなんだっけ今バーガーキング、バーガーキング入ってるとこ、うん、あそこ前やってた店がチキンを出す店だったな、うん、あったね、そこおにぎりと味噌汁だったよ。ああ、なんかペッパーチキンみたいな、そんな、ね、そんなようなやつ。へえ、そうなんだ。だから真似なんじゃないの多分。まあじゃあ今度行ってみましょうよ、うん、ああ、カップヌードルの話したかったのにケンタッキーの話になっちゃって、まあいいんじゃない、うん、また仕切り直しましょうよ。はい、レディオ D76.6 メガヘルス FM ドラマシティ金曜もとし札幌、SS ロケット積成がお送りしております。さあ次の曲はですね、一部で若干話題になってるかなと思います、ちょっとノリのいい曲でいきましょう。マックスで高田レッツロック。マックスズバック。はい、聴いていただいた曲はマックスで高田でした、ね、これあの洋楽のカバー曲なんですけど、ユニバーサル言語ってねすごい単語ですねさあこの後もですね SS ロケッツのトークでお楽しみください。はい、金曜もっと新札幌 SS ロケッツがお送りしております。お送りしておりまーす。いやーね、いいですね、いいですよ、今日も調子いいですよ、けどさ、この時期なのかなんかわかんないけどさ、はいはい、俺の記憶ではさ、はい、まあ俺の思い出ではさ、うん、この時期がさ、うん、さ中学校の頃の学校祭とかこのシーズンだったような気がするの、うん、そうだね、秋だね、秋だよね、うん、あれね、そうだ、なんかさ、なんだろうね、甘酸っぱい記憶かな、甘酸っぱいよね、青春のやらかしちゃう系だよね。そうそうそう、だいたいやらかしちゃう、うん、中1はおとなしいけど中2中3はやらかしちゃう。そうそう、テンションマックスでさ、思い出したくない、あ調子こぎすぎてね、いやまあ確かに浮かれてたねって。でもさ、なんつうんだろう、あのまあ部活もあったりなかったりないのかな、もう、うん、中3とかだったら引退してるか、うん、引退してる時期で、でだけどみんなダラダラさ、その、うん、作業だっつって言って、うん、結構暗くなるまで、うん、7時8時9時まで、うん、教室に残ってるわけ、学校に残ってる、中学校で、うん、そうそうそう、俺はそんな残ってないわ。あ、本当、うん、それがさ、なんか妙に楽しくてさ、へえ、覚えてるよ。何やったんですか、あの、ね、偽物、あのなんかアンドンコンテストみたいなのがあるわけ、 あのクラス対抗の、はいはい、あって、うん、でまあまあ大体みんなあれさ、綺麗なのをね、ああ、まあ、四角に綺麗なデザイン描いたりとか、ああ立体じゃないのよ、ね、そうやる、まあ中3とかになると多少立体で、ああちょっとあのなんつうのねぶたをパクったようなミニチュアみたいな、ああちょっと真似事みたいなにやるわけさ、うん、中3の中2のうちのクラスちょっと頭おかしくて、ああみんな、うん、あの波平作るぞって話サザエさんの波平を作るぞって話になっちゃって、でそう中2の時にか、確か中2の時だったと思うんだけど、波平作ったのさ、まあもうギャグだよね、細っこいもう多分等身大みたいな波平作ってさまあ波平といえば問題は頭髪ですよ。ああ頭髪ね、うん、針金1本でね作りまして、ね、全然だって光ったって見えないじゃん、そうそう針金1本だったらそれで俺 そっちの制作の方デザインは俺だったんだけど、うん、制作舞台ではなくて、うん、制作は違う舞台がつってさ、うん、俺他の作業やっててあんまり見てなかったんだけど、うん、でも記憶の中ではそう学祭が近づくにつれ、うん、教室の片隅に波平が立ってんだよね、うん、細いフォルムの、うん、
で、まあ、あんどんだから火を入れなきゃいけないんだよ、うん、はいはい。で、前夜祭か、うん、本祭の前になんかコンテストみたいな賞つけなきゃ、うん、1位から順番決めなきゃいけないから、うん、体育館で、うん、体育館全部暗くして、うん、で火を入れて、うん、まあ、先生方かなんかわかんないけど、うん、そのコンテストすると審査すると、うん、でじゃあうちのクラスそれに行きましょうっつって火つけたら波が燃えたんだよね全部燃えて、うん、でなんかファイヤー賞っていうのもらってた俺あんどんはね大人になってからやってる、うん、マジで、あの町の行事であって、うん、それで職場が、うん、あのそれに毎年出てたエントリーしてたのね、うんうん、で会社に入った年に、うん、まあ、そういうのすごく仕切り上手な上司がいて、で全部やってくれて、うん、で俺らは周りで焼肉やったりして遊んでるだけだったから仕事終わってから作ってるから、うん、で毎日ビール飲んでさ、うん、今日何焼きますって、うん、やってたんだけど楽しそう。次の年に退職しちゃってさ、あ、その仕切りの人が、うんうん、どうするよっつって、うん、じゃあ俺やりますっつって、うん、これやってくださいあれやってくださいっつって仕切り始めたんだよね、うんうん、だから結構そのノウハウは持ってる。え、でアンドン作れんだ。アンドンだから、まあそんなあれだよ、立派なもんじゃないけど、うん、もうでも高さ2メーター以上あるな。結構でかいじゃん。それで木枠で組んでさ、うん、針金で、うん、側をフレームを作って、うん、で紙を貼って塗装するっていうやつなんだけど。おー、すごいね。うん、それをあの蛍光灯とかでやるんだけど、うん、でなんかタイヤとかをつけて街を練るのさ、うん、へー、だからね、そんな中2レベルでそれやってたのかと思って。いやいや、それはでもやっぱ中2レベルだけど、そうだなって思った。その頭髪を針金一本にしたっていうあたりで、うん、それは中2レベルですよ。へー、そうなんだ。なぜかアンドの話になっちゃったね。そうだ、何の話をしたんだっけ。まあ仕切り直しますか。そうですね。はい、5時からお付き合いいただきました SS ロケッツの見切り発車5秒前、いかがでしたでしょうか、ね。来週からはですね、まあ、また犬たくさんとつごさん復活するかなと思いますので、よろしくお願いします。この後ですね、トーキングラボパーソナリティは岩尾亮さんと高博さんです。今週も爆笑に次ぐね、大爆笑トークがこうね繰り広げるかと思いますので、この後賑やかになってますけど、この後もですね、よろしくお付き合いください。さあ、それではですね、また来週お会いしましょう。さよなら。